リューゼの戦いは、大同盟戦争中の1691年9月18日、フランス軍と大同盟軍の間の小規模な、騎兵戦である。フランスのリュクサンブール公爵は、ウィリアム三世が1691年のセム駅が終わったとして、イングランドに向かったことと、残って軍を指揮したゲオルク・フリードリヒ・ホンバルデック元帥が、東映に入ろうとしたことを知った。 当時リュクサンブール港はトゥルネー近くにおり、マルシー率いる偵察軍を派遣した。そして、同盟軍の本軍が撤退中で、リューゼに後営として、騎兵を残したことを知ると、リュクサンブール港は即座に行動した。彼は軍を派遣して、同盟軍本軍を追跡しつつ、クロードルイエクトルドビラールと、マルシーの騎兵大隊で警告なく、同盟軍の公営を攻撃した。 フランスの騎兵は剣だけを使って突撃した。同盟軍は騎兵の人数では上だったが、ちょうどアイロを抗軍中だったためうまく展開できなかった。マッケーの連隊を含む同盟軍の不評も参戦したが、さほど行動しなかった。リュクサンブールは自身が戦闘の下中におり、敵軍が自分めがけて攻撃してきたため汚染せざるを得なかった場面もあった。 戦闘は2時間と短く、フランスが勝利した。生還した同盟軍の騎兵は、バルデックが派遣した部隊と合流した。ありがとうございます。